やあ、ご苦労様。お手柄だったね、アンギラス大使。あんたの本当の目的って何なんだ？目的？自分の番組の宣伝さ。だからこうして予告にだって出てくる。あらかじめ怪獣が出てくることを知ってたんだな。まさか。日本にはお使いでたまたまさ。ラドンもマンダも君たちのアンギラスも、そしてマンダを追っていたあれも。やっぱり何か知ってるんだな。そんなことより神の命がヨーロッパで難儀してるぞ。神の？ヨーロッパ？ま、それよりも東京が大変なことになりそうなんだがね。あんた一体何者なんだ？ご想像にお任せするよ。次回ゴジラ SP 第7話、時間の疑問符。